国語が嫌いで偏差値40だった私が偏差値70まで上がった方法を知りたくないですか？国語が得意な先生は感覚的に指導する傾向があります。私の場合は全ての回答にしっかりした根拠、論理があります。だから成績が上がるんです。国語の文章には必ず型があり、それを知らずに闇雲に演習問題を解いても偏差値は伸びません。国語の伸び悩む生徒さんの特徴は、だいたいこんな感じで解いてしまう感覚読みのパターンの生徒さんです。なので入試直前や難易度の高くなる模試になってしまうと感覚読みができなくなり点数を取ることができません。また NLP という心理学で生徒さんの思考パターンでどのようなプロセスで間違えていたかをしっかりと見ることができます。論理を使うと回答時に〇〇と〇〇が比べられていて、〇〇のいい点を述べているので選択肢がいいといった解き方に変わり、確実に点数が伸びることになります。つかみどころのない教科ナンバーワンが国語だと思っております。解説をしているつもりが実際にはほぼ意味のない解説でしたとならないように論理を使って指導しています。15年で1000人以上の生徒を指導した指導力で苦手な国語を得意にしましょう。